簡単に訴えてきたりすると。記事削除しても普通に訴えられることあるんですよ。ライバルそんなに強くないけど、まあ、商品が売れる可能性があると。脅してるだけだから訴えてこないよとか、別に訴えられても問題ないと。その意見はずれてると思います。最後にキーワード選定のコツみたいなのをちょっとだけ喋って終わりにしようかなと思います。はい。ということで、今日の動画なんですけれども、今日はブログをやっていたら上場企業から訴えられそうになったっていう投稿が SNS で話題になっていました。 で、ブログをやってる人なのね、全く他人事ではない話だと思ったので、まあ今回言ったような話っていうのは、実はね、前から w e b s o k t v とか、まあ、YouTube 始める前から結構注意はしてたんですけど、改めて解説をしようかなと思っています。で、話題になった投稿ですね。まあ、この辺に、えっ、ー、と、出てると思うんですけど、一応どんな感じの投稿かっていうとですね、ざっくり言うと、まあ、ネガティブ系のキーワードでブログを書いていたら、上場企業から削除要請やって削除しない,い,い場合には訴えると言われましたと。 はい。なので、まあ、やばいとか、やめとけ、買ってはいけないとか、まあ、そういうネガティブキーワードは危険だよっていうことで、まあ、インフルエンサー、そんなもの初心者に書く、かけてアドバイスするな、ね、よみたいな投稿ですね。 はい。そんなのがありました。ということで。まあ、このね、あのー、キーワード選定みたいな話なんですけど、ブログで稼ごうと思えば、キーワード選定めちゃめちゃ重要なんですよ。もうめっちゃ重要です。本当にキーワード選定重要。まあ、キーワード選定命って言われるんですよね。で、あんまりこう、ブログを始めた当初って、キーワードの重要性よくわかんないじゃないですか。まあ、僕もブログを始めた当初、あんまりよくわかんなくて、キーワード選定重要って言われて、まあ、キーワードによってね、その検索、 数とかが違うのはわかるけど、なんでそんなに違うのかなとかって思ってたんですけど、まあ自分自身でね、まあブログ18年ぐらいやっていて、ある程度ブログで収益が上がるようになってわかるんですけど、キーワード選定はマジで重要。これは本当に重要なんです。まあなんでかっていうと、結局のところキーワードで稼げるかどうかが決まるからですね。そのキーワード次第で収益性も全く違うし、その SEO の難易度的なものも全く違うと。だから言ってしまったら誰も検索しないキーワードで1位になっても全く意味がないわけですよ。 っていうか、そんなことあんのかって思うんですけど、これ割とあるあるなんです。ブロガーあるあるですね。僕のところにもめちゃめちゃいろんな相談来るんですけど、その中でも結構多いのが、えっ、ー、と、とあるキーワードで1位になってるけど全く売れませんとか、こんなにたくさんのキーワードで1位になってるのに全く売れません。アクセスありません。なんででしょうかみたいな話なんですけど、これはもう今言った話ですね。誰も検索しないキーワードで1位になってるからということで。まあ大抵の場合はね、その、 そのキーワードを狙って1位にしてるとかではなくて、1位になってるキーワードを無理やり見つけてきて、こんなに1位になってるでしょでも売れないのはおかしいみたいなことを言ってるんですけど、いや、それはそうなんですよ。これね、あのー、w e b ショッ c t v でも結構何回も、あの、例え話として出してるんですけど、誰も来ないラーメン屋さん、誰も来ない山奥のラーメン屋さんって儲からないじゃないですか。まあ、それと同じですね。結局誰も来ないわけなんで、収益なんで上がるわけないんですよ。 同じですね。誰も来ないキーワードで1位になったところで、全く集客ができないので収益上がらないということで。はい。まあ言ってもね、あのー、じゃあ絶対に上がらないような、初心者が上げられないようなキーワードを狙うっていうのもダメなんですよ。例えばどんなキーワードかっていうと、ほにゃららおすすめみたいなキーワードですね。まあわかりやすいじゃないですか。なんとかおすすめっていうキーワードって。 で、実際稼げるキーワードではあるんですけど、そういう骨ネら,らおすすめみたいなキーワードばっかりで記事書くとかね。これも初心者あるあるなんです。なんで初心者ってそんなキーワードわかんないじゃないですか。だからわかりやすいそういう骨ネら,らおすすめみたいなのを狙うんですけど、まあこれも絶対稼げないパターンですね。いや、な,なんでかって言ったら、骨ネら,らおすすめっていうのは、まあ初心者でも思いつくんですけど、それって収益性が高くて全員が狙ってるキーワードなんです。もう全員っていうのは本当にブログやってる人だったら全員そのキーワード狙いたいわけですよ。 じゃあ、そんなところに初心者が参入していって勝てるのかっていうと、まあ、これは勝てないわけですよ。普通に。初心者だからね。だから、あの、上手にキーワード選定するっていうのはブログで稼ぐ、まあ、第一歩です。で、今日の、まあ、本題は、キーワード選定の話っていうか、まあ、ネガティブ系キーワードの話です。で、ネガティブ系キーワードってどんなものかっていうと、さっきも言った通り、あの、やばい、やめとけ買ってはいけないとか、あとは、危険、詐欺、まあ、欠陥とか、トラブル、クレームみたいな、なんかそういう感じのキーワードですね。はい。 で、割とね、こういうキーワードでブログ記事書くといいよっていうのを確かにね、見ることがあるんですよ。SNS とか、まあ YouTube とかで、ね、見ることあるんですけど。で、なんでそのネガティブキーワードを狙った方がいいよって言われるかっていうとですね、その理由は、ライバルそんなに強くないけど、まあ商品が売れる可能性があるということで。じゃあ初心者だったらそこを狙った方がいいよねみたいな。まあそんな理屈なんですけど。だから、例えば、あの、A っていう商品があったとして、A やばい。みたいなキーワードで記事を書いて、A がこんな風にやばい。 だから B を買おうって言って B の広告を貼るとか。まあそんな感じですね。まあそんな記事今でも山ほどあると思いますけど。で、今回どんな感じの記事を書いたのかっていうね、その具体的な記事はわからないので、まあどういうふうな構成になっていたのかっていうのはわからないんですけど、まあ今回に関して言うと、あの記事を削除したら問題ないというケースだと思うんですよね。でもね、これ、時の場合によっては記事削除しても普通に訴えられることあるんですよ。いや、怖いですよね。 今回、あの、記事を削除しなければ訴えるということなので、逆に言えば記事を削除してしまえば訴えられないということにはなるんですが、あの、記事削除しても訴えられることがあるということで、ま、結局、記事削除したところで企業が、いや、許さないって言ったら、ま、結局ね、名誉毀損とか営業妨害みたいなことで訴えられるっていうこともあります。ま、実際にね、それそういうケースあって、ま、僕の事例ではないんですけど、知ってる人の事例でそういうのがあったりします。あと、ま、その、ま、皆さん気をつけましょうみたいな、そのツイートを、 のあ、まあ、リップなのか何なのか分かんないですけど、それの反応として、な,なんか客観的な事実で、みたいなの書かれてたりしたんですけど、えっとね、これ客観的な事実でも普通に訴えられることあります。はい。それって言ったら客観的な事実だから別に、その名誉を既存していないし、 とかっていうロジックだと思うんですけど、えっと、こっち側が基本的にどんなに問題ないって思っていても、企業側が、いや、これを訴えてやる、許さねえって言ったらもう訴えられるんですよ。だって、訴えられることを拒否するってできないじゃないですか。訴えようと思ってる人に、いや、訴えないでくださいって拒否することはできなくて、向こうが訴えると思ったら、なだんだって訴えられちゃうんですよね。だから、明らかに訴えられるようなケースじゃないようなものでも、訴えられたパターンって結構知っていて、で、その時に、まあ、該当する記事は消すっていうのはそうなんですけど、該当する記事は消す。 だけじゃなくて、えー、っとね、サイトごと消さなきゃいけなくなったパターンみたいなのもあったりします。だから仮にね、それが月に100万円を売り上げるようなブログだって、えー、っと、サイト消してしまえばゼロになるわけなんで。はい、たまったもんではないですよね。はい。で、まあ、こんな話をしてるとね、いや、そんなの、まあ内容証明とか送ってきたって、結局相手は脅してるだけだから訴えてこないよとか、あの、別に訴えられても問題ないと。別にそんなので訴えられたところで、えー、っと、こっちは間違ったことをしてないし、みたいなね。 まあ、あと、客観的な事実だから、自分間違ったこと書いてないし、訴えてくる企業がおかしいと。だから気にする必要ないみたいな意見もあると思うんですけど、いや、これはね、その意見はずれてると思います。はい。で、なんでずれてるかっていうとですね、えっと、そもそもですよ。ほとんどの人がブログをやってる理由って、まあ、少しでもお金を稼げたらいいな、とかって思ってやってるじゃないですか。その自分の命とか人生かけてブログやってる人なんて、まあ、ほぼいないんですよ。で、 そんな人に対してね、あの、訴えられる可能性ある中でブログやる人なんていないんです。これはもう絶対にいない。まあ、でもそうじゃないですか。専業なら何かあったとしても、だってブログでお金稼いでるわけなんで、それがなくなってしまったら生きていけないから、それはもう何かあったって戦う覚悟はできてると思うんですけど、でも副業で収益少ないような人って多分ブログやめますよね。訴えられたら。もう怖いじゃないですか。何していいかわからないし。 ね、今度からその後に何のブログ書いていいかわからないので。だから、訴えられた時点で負けだし、訴えられる可能性があるっていう時点で結構負けなんですよね。なんかそこまでのリスクを取ってまでブログをやろうなんていう人はほとんどいないので。はい。もしかしたらね、その今の本業の仕事に支障が出るかもしれないし、私生活に影響が出るかもしれないって考えたら、やっぱとてもブログ続けられないと思うんですよね。 はい。で、まあ、そういうね、ネガティブ系キーワードを攻めた方がいいよっていうインフルエンサーがいるという話なんですが、まあ、それは普通に注意をしてほしいなと思います。はい。気をつけてください。まあ、言ってもね、こう、ブログで稼ぐ方法を教えている人っていっぱいいるじゃないですか。まあ、僕のその中の一人ではあるんですけど、まあ、そうやってね、ブログで稼ぐ方法を教えるといって、結構リスクの高いことを教えている人っていうのもいるなというのは見ていて思います。 で、そのリスクが高いかどうかって初心者は全く判断できないじゃないですか。例えばブログ以外で言うとですね、わかりやすいので0円転売とかってのあるんですよ。知ってますか ?0 円転売って。0円転売何かっていうと、例えば、あの、企業とかね、通販やってる企業とかが、あの、お試し0円とか、あとお試し500円で、本来だったら3000円とかする商品を、まあお試しで初回だけ送ってくれるみたいなのがあったりするんですけど、そういうものでお試し品を申し込んで、それをメルカリで売れば儲かるよね、みたいな。まあそういうのがあったりするんですよ。 はい。で、普通に考えて、そんなの転売目的で購入したらダメなんですよ。ダメなの。だって企業は、その転売目的で買ってね、その人にお金も儲けさせるために0円とか500円で売ってるわけじゃなくて、0円とか500円で売って、それを実際に使ってもらって、後で、その本商品ね、買ってもらうっていうことを期待して売っているわけなんで。それをだから、その転売目的で買っていいのかって言ったらもちろんダメだし、そんなのを教えるっていうのはまあ論外なんですけど。でも初心者はそんなのがわからないじゃないですか。確かに。 その、0円とかで買ってきてメルカリで売れば儲かる。で、実際にそれが3000円とかするようなものだったら絶対儲かるじゃんって言って、多分騙されてやってる人って今でもめっちゃ多いと思うんですよ。いや、この動画を見てそれをやってる人がいるんだったら、ほんとすぐやめた方がいいですよ。まあ知らなかったらた確かに画期的な方法だって思うかもしれないんですけど、普通にダメです。それ結構な問題になってるんで。まあ、てかそれを教えてる人で多分ワンチャン訴えられてるんじゃないかな。僕、知り合いの人とかでも通販やってる人いるんですけど、めっちゃ怒ってるんで。もうめっちゃ怒ってる。だって、 その通販やってる企業はたまらないので、そんなことされたら。というか普通にこうビジネスモデルが崩壊してしまうので、だから許さないって怒ってる人結構いるので、だから全然訴えられる可能性もある、まあリスクの高い方法だなとは思うんですけど。で、まあそのネガティブ系キーワードを攻めた方がいいよって言ってるインフルエンサーもね、まあ言ってしまったらろくな知識とか経験もない人が結構多いんですよね。 なんか、僕とかは割と了解長いし、その広告代理店にいた経験があるので、そのネガティブ系のキーワードが危ないっていうのは、言ったら当たり前の話なんですよね。そこを責めるって別にいいんですよ。責めるかどうかは本人の自由なので、リスクを負ってでもそこを責める方が収益取れて、自分は収益を出すのが大事なんだっていうのは別に責めたらいいんですよ。それは本人の自由なので、リスクをどんだけ取るっていうのは。 それはリスクを取って、例えば仮想通貨に投資をしようが、なるべくリスク少ない方がいいから、インデックス投資をするとか、あとは投資が全部危ないから貯金をするとか、そんな自由じゃないですか。だからどのキーワードを攻めるかも自由なんで、ネガティブ系キーワードを攻めたとしても、それは別にいいんですよ。本人が理解してやるんだったら。はい。でも、 なんかそういう知識とか経験とかないからインフルエンザーでもこれは初心者にお勧めできるって言ってまあ言ったら割り気なくね全然割り気なく聞きやばなノウハウを教えてる人もいたりするので本当にそれは注意をしてほしいなと思います別にインフルエンザーだって言って有名だから信用できるわけでも有名だからちゃんとしてるわけでもね知識とか経験とかあるわけでもないのでただそれを初心者が見分けることができるのかって言ったら見分けることができないから難しいんですけどねはいでも客観的にいやなんかおかしいなとかちょっとでも違和感を感じたら まあ、やめておいた方がいいかなという感じですね。はい、なかなか難しい話ではあるんですが。はい、ということで、まあ、そのブログでね、訴えられた、まあ、訴えられたっていうか、訴えられそうになったっていう話なんですけど、えっと、個人的に僕がブログで訴えられそうになったことがあるかって言ったらね、あの、そう訴えられた経験とか全然ないですね。で、企業側から怒られたりとか、あとは削除要請みたいなのも僕は受けたことがなくて、 で、僕2005年からブログやってるんで、18年くらいやってるんですけど、まあそんなもんですよ。もちろん訴えられたり、その削除要請取る人とか、まあいるんですけど、僕は個人的には一度もないです。まあでも、そんなにリスクを取らないで、割とまっとうにやっていたら心配ないですけどね。まあ、もちろんその可能性の意味で言えば僕だって訴えられる可能性あるし、ブログやってたって訴えられる可能性ある。まあそれは SNS やってたって同,同じじゃないですか。それ Twitter やってようが Facebook やってようが、インスタやってようが。 何かで発信活動をするっていうことはね、何かで訴えられる可能性っていうのはあるので、可能性はゼロにはならないんですけど、ただ実際18年ブログやってて、僕は訴えられたことないです。ただ、めちゃめちゃ気をつけています。めっちゃ気をつけてで、僕が意識してることをブログをやる上で意識してることっていうのは、やっぱりね、全員にメリットのあるブログ運営をしたいなというふうに思っています。まあ、全員っていうのは何かっていうと、まあ、自分自身がそれを儲かるっていうのもそうなんですけど、えっ、ー、と、広告主もそうだし、あとは間に入っている ASP とか、代理店とか、 あとは商品買うユーザーとかね。まあそういうのも、そういう人たちも全部ひっくるめて、ちゃんと全員にメリットのあるブログ運営をしたいなということで、そういうのを意識してやっていたりします。まあ特に自分が儲かるために何か別のものを落とすことをするかっていうと、僕はしないし、そういう必要はないんじゃないかなと思います。まあ実際そういう売り方をしているところも多いんですけど、なんかそれでも儲かるんですよ、確かに。儲かるんだけど、まあ当然ヘイトは溜まりますよね。別に批判された企業とか商品とか、 そんなの嬉しいわけないんで。だから、例えば A を売るために B を批判するとか、あとは、えっと、B の検索結果で A を売るとかね。まあ、そういうものですね。まあ、そんなのはアフィレートでめちゃめちゃ多かったりするんですけど。でも、それをした結果、まあ、確かに自分儲かないかもしれないけど、結局 B は嫌なわけじゃないですか。B っていう商品とかサービスをやってる人は。だって批判されたりとか、その自分の商品名とかサービス名の検索結果で A に売られたら、自分が本来捕まえられる、 はずだった人が A に逃げてっちゃう。他者に逃げてってしまうかもしれないので。そんなのは嬉しいはずないんですよ。で、そうなると、その、まあ B っていう会社がね、その会社がどんな会社かわかんないけど、まあ結構そういう、まあネガティブな、まあネガキャンみたいなものに厳しいような会社だったら、簡単に訴えてきたりすると。まあそうなっちゃうと本当にもう運次第のブログ運営になりますよね。その関わったところがやばいかやばくないかなんて、結局外側から見ててもわからないので。 なんかそんなリスクの高いブログ運営をする人って別にないよねって。だって、まあさっきも言いましたけど、訴えられてまでブログ運営したいですかそれしたくないですよね、誰も。そんなリスクがあるんだったら誰もブログやりたくないって思うと思うんですよ。いや、僕だってそうですよ。わざわざ訴えられるリスクを抱えてまでそんなブログ運営をするって。うん、じゃあブログやめた方がいいんじゃないって普通に思うんで。まあだからそういうリスクを取ってね、変な、あの、ブログ運営はしないように注意してほしいなと思います。別にそんなことをしないとお金稼げないわけじゃないので。別に普通にまっとうに、 あの、ちゃんとした商品を、この商品はおすすめですっていうふうに言って、あの、お金稼ぐことができるんでね。はい。ちなみにまあ、キーワード選定の話を最初にしたんですけど、なんか最後にキーワード選定のコツみたいなのをちょっとだけ喋って終わりにしようかなと思います。本編とは全然関係ないんですよ。今日の本編とは全然関係ないんですけど、まあ、せっかくなんで、あの、キーワード選定のコツみたいなのを最後に簡単に解説したいんですけど、 えっとね、これ一言で言うとね、キーワード選定どんな感じでやっていけばいいかっていうと、えっとね、簡単なキーワードから攻めていって、少しずつ自分のブログの SEO のレベルみたいなのを上げていってください。これ見えないですよ。SEO のレベル見えないけど、ただ、あの、最初は、例えば全然 SEO 上がんなかったけど、なんか、しばらく運営していると、あ、結構この、小さいキーワードとか簡単なキーワードでは、割と簡単に上位取れるなとか、 前よりもいい順位つきやすいなとか。まあそうなってくるんです。まあそれが SEO のレベルという話になるんですけど。はい。で、それをやったら、その後で難易度高めなキーワードとを狙って、そういうところでも上位表示をしていくという感じの流れですね。はい。まあ簡単なキーワードって言ってしまったら検索数が少なくて収益も、まあ収益性も低いようなキーワードですね。あの、さっき言ったような、ほにゃららおすすめみたいなのは攻めたらダメです。なぜかって言ったら検索数も多いし、えっ、ー、と、そもそもライバルがめちゃめちゃ強いから。 だからそういうところをいきなり攻めたとしても勝てないので。言ったら何、何をしてるかっていうと、レベル1の、その RPG とかね、レベル1の冒険を始めたての、あのー、初心者、そのキャラクターがいきなりその強いボスに戦いを挑むみたいな。いや、負けるじゃないですか。まずレベル上げないと。まず、いい武器と、強い武器と、いい防具とか買わないといけないでしょそれと同じような感覚です。いきなりそんなキーワード攻めても勝てるわけじゃないので。 はい。まあ最初からね、収益性が高くて難易度が高いキーワードって上がりゃ、それが一番いいんですよ。それは短期間にめっちゃいっぱい稼げるわけなんで。でも現実的にそんなことできるのかっていうとできないので。はい。なので、これからブログ運営をしていくのであれば、まあブログを育てるとか、あとは SEO のレベルを上げるとか、そういう意識を持ってもらうといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今後もブログの話をしていこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。 はい。あと最近、ブログで参加できる AI の最新情報を学べるコミュニティやっています。AI ラボですね。まあ、ブログと直接関係あるわけじゃないんですけど、まあ、ただブログをやる上でも AI 知っておくのは大事なことなんでね。よかったら入ってください。メンバー同士で AI の最新情報を共有したり、質問相談したり、交流などができるコミュニティですね。スラックでやってて、誰でも簡単に参加できます。あと、ブログの話をしたので、せっかくなので。はい。本の宣伝させてください。自分の本ですね。えっと、去年の11月18日にブログライティングの教科書っていうのを出版しました。今までになかったブログ、 記事の書き方に特化した本ですね。18年のブログ経験を凝縮したブロガーライ、ウェブライターにおすすめの一冊になっています。全国の書店、Amazon 楽天などで買えるので、ぜひよかったら買ってください。はい。めちゃくちゃいい本なので、ブログやる人は絶対買ってください。はい。ということで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。では、ありがとうございました。ブログのハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。 今7記事作成したところですが、アフィリエイトはどのくらいの記事数から始めるのがいいですか別にどのくらいでもいいです。あの、1記事目から始めてもいいし、別に50記事目から始めてもいいです。別にいつでもいい、正直。なんかあるわけじゃないんで。ただ僕は、その、最初のうちはあんまりやらないです。アフィリエイトの広告貼ったりしないです。なんでかっていうと、普通にめんどくさいから。あの、例えば7記事目で僕が広告貼るかって言ったら貼らないです。これ間違いなく貼らない。 普通にめんどくさい。結局7記事書いて、じゃあそれで水曜上がって、集客ができてるんだったらもちろん貼るんですけど、でも集客なんて多分ほとんどできなくて7記事ぐらいだと。っていうことは人が来ないんで、そこに広告貼ったところで意味ないよね。その時間を広告貼るとか、ね、そんなことやってる暇があったら記事書いた方がいいよねってなるんで。だから貼らないです。まあ、うちの会社でもそうですね。うちの会社だいぶ遅いです、広告貼るの。月間数千 PV とかだったら全然貼らないですね。2万 PV とか。 あんまり TV 数意味ないんですけど、ある程度 SEO で評価されるようになってからしか貼らないです。まあ、でもこれは本当にお好みで、あの人によって違うので、別に1期じめから貼る人もいっぱいいると思います。ブログ対談もやらないんでしょうかめっちゃ好きでした。ありがとうございます。ブログ対談ね。やらないって別に決めてないですよ。最近はやってないですけど、なんかいい人がいたらやりたいなと思います。なんかあの対談って難しいのは、僕側の努力じゃどうにもならないところがあるんです。 その対談に出てくれる人が面白い人というか、その面白い対談になりそうな人だったら面白くなるっていう感じなので。まあそれはね、僕にめちゃめちゃトーク力があって、誰でも面白くできるならいいですけど、多分そのトーク力があれば僕は多分今ここにいないので。だから出てくる人、出てくれる人に結構依存するんですけど、そんなに面白い人がたくさんいるわけではないので、まあなかなか難しいかなっていう感じですね。 中地さんが今海外に新婚旅行へ行くならどこ選びますかいや、ハワイでしょ。ハワイ一択。なんかあんまり僕海外に行きたいっていう欲求がないので、なんかどこってのもないですけど、行くならハワイかな。なんかベタなところに行きたい。普通に。だからハワイ。グアム。なんかそういうとこですね。あんまりそれ以外のところはピンとこないかな。ヨーロッパ行きたいとかもないし。 ヨーロッパね、小学校、小学校の時に連れてってもらったんですよね。なんか親の職場の旅行みたいなんで。ただそれで2週間ぐらいなんだかんだヨーロッパ行ったんで。2週間行ったんで結構いろんなとこ行きましたね。ドイツ、オーストリア、イタリアかな。この辺りは全部行ってますね。まあ、正直小学生だったんでそんなに面白いとこもなくて。うん。だから、 ポケモンやってました <laughs>。海外でめっちゃポケモンやってました。まあ街並みとかすごいなと思う部分もありましたけどね。でもやっぱ飯がダメだったんですよね。あんまりその頃は好き嫌いも多かったし、肉とか好きじゃなかったんで、当時。とにかく海外ってマジで肉がすごいんで、だから一人一人にこんなでっかいなんか鳥の丸焼きみたいなの出てくるんですけど、いや、肉嫌いな人にさ、鳥の丸焼きって。 だからそんなんもほとんど食えず。横のサラダ一番美味しかった。普通に。レタスとか。そういうのが一番美味しかった。世界共通。レタスは塩振って食ったらうまい。まあいい思い出でした。今ハワイやばいらしいですよね。何それ <laughs> 何そのハワイやばいっていう情報。ちょうだい詳細求む。ハワイやばいの詳細教えて。 なーに、それは。マウイ島の火事なんだ。へえ。てか、全然知らないわ。それで言うと。今、初めて知りました。いや、SNS って確かにチラッと見た気がするけど。なるほどね。大変なんだ。ほんまや。めっちゃ大変やん。えー、<laughs> え。ええ。めっちゃすごいじゃん。てか、台風の ことにめっちゃ聞い取られてました。まあ、僕、大阪だったんで、かなり直撃だったんで、今回の台風は。あと、お盆なこともあって。あんまり SNS とか見れてなかったんで。なるほどね。それは大変だ。えー、家とか船燃えているのに、近くの金がは燃えていない不思議。不豪の家も無事らしいですよね。え,ーえ、でも何山火事みたいな話じゃないですか ああ、マウイ島、山火事が、山火事で死者が100人超え、行方不明者1300人以上、めっちゃ大変や。中地さんはお肌も綺麗ですが、歯並びも綺麗ですね。ありがとうございます。歯並びをね、ちょっと強制しました。まあ、も別に歯並び、そんな悪い方じゃなかったんですけど、ちょっとだけ強制してます。あ、ちょっとだけ強制っていうか、何なんですか、ニュアンス難しいんですけど、そう、ちょっとの強制とかないんですけど、 まあ、花の日別にそんなに悪い方じゃなかったんですが、まあ、でもそんなに綺麗でもなかったんで、めちゃくちゃ。うん、だから、ちょっとだけずれてるところとかがあったんで、そういうのを直しました。まあ、それちなみにインビザラインで直しました。まあ、今はマウスピースしてないですけど、でも寝るときは今でもマウスピースしてますよ。やった人いますかインビザライン。まあ、他にもいろいろありますけど、そのマウスピース矯正ですね。あの、ずっとマウスピースしといて、マウスピースをどんどん1週間ごととかに変えていくんです。 で、そうすると、そのマウスピースも最初は元々の、その自分の歯に合ったやつで作って、その形をちょっとずつ変えていくんです。その理想の綺麗な歯並びのマウスピースに。そうすると歯がちょっとずつ動いていくじゃないですか。それで綺麗にするっていうので。100万ぐらいしましたね、でも。まあこれ多分、やるところによって結構違うんですけど。なんか僕の知り合いは、 まあ多分それも知り合いなんですけど、知り合いの病院でやったらめっちゃ安かったって言ってました。30万ぐらいでやったみたいな話でした。まあでも多分サービスも結構違うとは思いますけどね。僕何回も作り直してますし。なんやかんやで。まあでもそれはね、できるできないっていうのは結構違うんで。人によるかなとは思います。僕ちょうどコロナだったしね。なんかその調整みたいなのをしたのが。だから外に飯食いに行くとかもほぼなかったんで、全然できたんですけど、外にご飯食べに行く機会が多いとか、 そういう人はね、なかなか難しいです。なぜなら、マウスピース1日20時間とかしとかないとい,っていけないので、最初の方は。だから、ご飯食べるときとか以外は、ほぼマウスピースずっとしてないといけない、寝てるときも。まあ、そうじゃないと、戻っちゃうんですよね、歯が。まあ、でも僕はどこにも行かなかったんで、まあ、20時間とかできたんですけど。だから、えっ、ー、と、例えば夜飲みに行って、7時から10時まで飲んでますとかって言ったら、その間3時間はマウスピースできないんで、まあ、ご飯食べるときは取るんで、 そうなると、ね、全然できないとかってなっちゃうので。結構人を選ぶかなとは思います。まあ楽ですけどね、強制器具つけないし、外しちゃえばそれで終わりなんで。ちなみに僕、あれですよ。そのマウスピースをつけたまんま配信とかしたことありますよ。でもほぼ言われたことないですね。えっとね、ただ1回か2回ぐらいは言われたことあります。それは同じように、そのインデザインみたいなマウスピース強制をしてる人が気づいたっていうだけで、 普通の人は見ても気づかないと思います。まあ、近くで見たらわかりますけどね。この距離で見ても多分気づかないです。普通に。その透明な薄いマイスティースしてるだけなんで。うん、ちょっとコメントを前後しちゃいますけど、インディザラインやりました。40万ぐらいでしたけど、大満足と書いてくれていますが。いや、そうなんですよ。価格もね、結構やるところによって違ったりもするし、満足度もね、違いますよね。僕はだから元々そんなに歯並びがめっちゃガタガタだったわけではないので、 だから、多分100万出してわざわざやるほどじゃなかったんですよ。めっちゃコスパ悪いんですけど。まあ、でも歯並びな、歯並びで悩んでる人とか、歯並び悪いなって思う人は直した方が、まあいいんじゃないかなとは思いますけどね。なんか、その、言ったら力技なんで、絶対に治る。<laughs> 絶対に綺麗になるんで、それなりには。まあ、どこまで綺麗になるかってね、もちろん。そこまで完,完璧に綺麗にならないかもしれないけど。でもそれなりには絶対に綺麗になるし。 花並びなんて、まあ、これもスキンケアと同じなんですけど、肌と同じなんですけど、いや、綺麗に越したことはないじゃないですか。ただ、その YouTube をやると配信するとか、そんなことじゃなくて、人生において花並びなんて綺麗に越したことはないわけで。花並び綺麗で損しましたとか、不幸になりましたなんていう人は多分一人もいなくて。その相手に与える印象もいいし。だから直せるんだったら、気になる人は直した方がいいんじゃないかなと思います。まあ、なでもそうなんですけどね。花並び良くなると、 歯磨きもしやすいですいや、それが一番だったんですよね。なんか微妙に歯がずれてるところがあって、めっちゃ歯磨きにくかったんです。<laughs> それを直したかった。まあそこに100万円使うのかというのもあるんですが。まあそんなね、安く直せるもんではないと思うので。まあでもいっかということで。まあちょうどコロナの期間でしたね。やったのだからマスクもしてたんで、気づかれたことはないですね。ほぼ。 マスク外して目の前で打ち合わせしてるときに一回知り合いには言われました。まあでもな、だからなんてことは何もないんですが。歯並び治ったら人の歯並びとか気になるようになりました。ああ、でもそれめっちゃわかりますね。歯は一生ものですし、綺麗に,にしておいて損はないですよね、と。いや、ほんとそうですね。歯医者行った方がいいですよ。<laughs> 歯医者行ってない人は。まあ僕はマスピース調整とかしてたこともあって、歯医者とか定期的に行ってるんで。まあ今でもね、何ヶ月かに一回は絶対行きますけど。 やっぱ虫歯とかあるなら直した方がいいし、歯並びとかも、綺麗にしておく方が、なんか歳を取った時にね、自分の歯でご飯食べれる方がいいって言うので、なるべく、まあ歯だけじゃないんですけど、体のメンテナンスとか健康には気遣いたいですね。ウェブライターでインビザラインの記事しなほど書きました <laughs>。確かにそういうのありますよね。自分の子供もインビザラインさせたいなと思います。ちなみに自分はワイヤーで直しました。ワイヤーもありますよね。 今時はワイヤーも、なんか昔みたいな銀色のワイヤーとかじゃなくて、白いやつとか、あと歯の裏にやるやつとか、付けるやつとかもありましたよね。まあでも僕 YouTube とかやってたんで、あんまりこう目立つのが嫌だなと思ってて、マウスピースだったら外しちゃえばそれで終わりなんで。だから YouTube 撮るときとかも外してたんですけど、歯の裏に通すマウス、あのワイヤーだったらいいかもしれないですけど、あれはあれでめっちゃ高いんでね。百何十万とかだったんで、僕が見た金額は。それならマウスピースでいいかなっていうのでマウスピースにしました。 子供2二人いるんですが、小学校低学年の A 久歯が早揃う前にマウスピースで顎を少しだけ大きくして全部の歯が口の中で揃うように調整しました。一年かかって10万円でした。へえ、素晴らしい。ちょっと気になった時には参考にします。アメリカでは歯列矯正してないと。自動虐待と言われるレベル。へえ、なるほど。 アイデアめちゃくちゃ安いからみんなやっている。へえ。歯は大事ということで、歯列矯正に興味ある方は参考にしてください。お盆って旅行ブログの発生報酬減りますよね私だけですかいや、減ると思いますね。まあちょっとわかんないけど、旅行ブログをやってないので、わかんないけど、減ると思います。なんでかって言ったら、お盆はみんな旅行行くか実家に帰ってるから、旅行先で新しい旅行の 予約をする人なんてほとんどいないでしょ。旅行行ってんだからえ。だから減ると思います。逆に言うと、その前とかは多かった可能性はありますよね。中地さんの周りの男性はスキンケアしてる方が多いですかそれとも気にしていない方が多いですかめぐみさんの本気になっていたので私も買ってみます。はい。ぜひ買ってみてください。まだ読んでないので。読んだら感想を教えてください。ちょっと本がね、めっちゃ溜まってて。 今全然読めてないんですが、どっかで時間を見つけてばって読みたいなと思います。で、質問で答えると、僕の周りの男性がスキンケアしている人が多いか、気にしてない人が多いかって言われたら、いや一般の人よりは、一般って、その何世の中全体を広く見た時に比べたら、多分気にしている人の割合は多いだろうなと思うけど、それでも気にしてない人の方が多いと思います。 逆にスキンケアとかをそれなりにちゃんとやってますみたいな人は少ないかなあ,あんまり聞かない。まあ、そんな話しないんでね、そもそもスキンケアしてるとかっていうのも。でも、ほぼ聞くことはないですね。そういうの。スキンケアをしているか。まあ、化粧水ぶっかけてるとか <laughs>、そのぐらいは言うかもしれないですけど。でも、いたとしてもそんな感じですね。だから気にしてない人が多いと思います。 なんかでも、これね、なんかの漫画に書いてあったんですけど、左利きのエレンかな何かの漫画っていうか本編じゃなくて、多分、おまけみたいなので書いてあったんですけど、だからそれは僕の中で結構刺さっていて、30代超えてスキンケアしてないっていうのは逆になり、ナルシストだみたいな。でに30代超えたら、男でもね、これは男でも、男でも30代超えてスキンケアしてない人は逆にナルシスト。自分の肌にどんだけ自信あるんだよみたいなことが書かれてて、いや確かにそれはそうだなと。 まあ若いうちはね、当然肌綺麗な人も何もしなくても綺麗な人っていると思いますけど、でもどんどんね、年取っていけば、そりゃ肌も、まあ廊下とかもあるんでね、その若い時に比べたら綺麗じゃなくなっていくんですけど、だからそれを何もしないで放置しておくっていうのは、逆にナルシストで自分にどんだけ自信持ってんだみたいなのを見た時に、いや、確かにそれはその通りだなと。まあで僕は割と、なんだろう。 そうさっきも言ったんですけど、それなりにやる方なんで別に。だからそれをきっかけにスキンケアを始めたとかではないけど、なんかそれでも改めて、まあ確かにそれもそうだなと思って、改めてちゃんと自分もね、30代超えたわけで、ぼうくに超えてるんですけど、30代特に超えてるんで、なんかちゃんと綺麗な肌とかを保てるようにできる範囲でやろうということでやっています。 中西さん、この派のサーバー使ってますか使ってます。この派をウィングですね。使ってますね。えっ、ー、と、無料独自ドメインが更新されずに解約されてしまいました。メールの文面も課金に失敗しましたとあるんですが、無料ドメインなのでそもそも課金はありません。手動で更新しようとすると、サーバー全体が自動更新なのでできないと出て、サーバー全体手動にしようとすると、更新に失敗したドメインがあるので、手動にできないと出ます。 この葉がお盆休みでサポートセンター通日超ピンチのまま6日過ぎています。何かご存知だったら。いや、ごめんなさい。わかんない。わかんない。そこまでピンポイントな事例は僕にはわからないですね。ごめんなさい。力にならない。まあでももう明日でお盆休み終わりだと思うので、多分。ちょっと速攻で朝一で連絡をしてみてください。もしこれを見てる人で何か知ってる人がいたらコメントで教えてください。はい、続いて、ここ自宅ですかいや、ここ事務所ですね。 自宅に配信環境とかないんですよね。そんな広い家じゃないんで。仕事部屋とかないんで、自宅には。カテゴリーについてカテゴリー分け重要だと聞きますが、超特化ブログとして一つのジャンルしか扱わない場合でもカテゴリー作るべきですかはい、カテゴリー作るべきです。なんで一つのジャンルだけ扱ってるとカテゴリーがいらないみたいな、あれなのかはわからないですけど。まあ何記事ぐらいあるかにもよるんですけど、その1個のブログに5記事しかありませんって言ったら、これカテゴリー別に作る必要ないと思うんですよ。 でも何十記事ってあったらカテゴリー作ってる方が読者にとってわかりやすくないですか普通に自分が知りたい悩みをなんかどれを読んだら、どの記事読んだらいいかわからないときにカテゴリーが分かれてれば、ああ、このカテゴリーだなっていうのがわかるじゃないですか。だから超特化ブログとか、そんなの全然関係なしに普通にその方が読者にわかりやすくないって思います。5記事だったら別に見渡せるじゃないですか。パって見たときに5記事あるんで。別に じゃあ自分の悩みを解決してくれるのはこの記事だっていうのが一発でわかるんでいらないと思いますけど。ブログでアイキャッチ画像や記事に載せる画像などありますが、サイズはどうやって決めればいいか。アイキャッチは 1200×630 固定ですかいや、固定じゃないです。テーマごとに大体決まってますね。テーマごとに推奨アイキャッチサイズみたいなのがあると思うので、それで決めてやる。まあ、それに合わせてやればいいと思います。1200だいぶでかいですけどね、横幅。 普通に、ウェブサイトのこの横幅1200もないと思うので、サイドバー合わせても。サイドバー合わせても多分900ぐらいが多いと思いますね。この幅。1200って、サイドバーとか引けばもっと少ない800とか700いくつとかだと思うので。まあでもテーマとかによって違ったりすると思うので。ちょっといくつとかっていうのはないんですけど。 定案関係をお勧めしないとのことですが、具体的に何円以下は手を出さないとかありますかちなみにこれも僕は動画を過去に出しているので、ぜひ動画を見てほしいんですが、詳しいことは。まあ何円以下は手を出さないとか別に正直なくて、結局自分いくら稼ぎたいのっていうだけの話なんです。で、高ければ高いほどいい。し、安ければ安いほど良くない。っていうぐらい。なもんですね。まあ EPC とかの話の方がわかりやすいんですけどね。EPC いくら まあ、EPC って、その1クリックあたりの報酬単価みたいな指標があるんですけど、えー、っと、だから、えー、っと、五千円、報酬単価5000円のものが100クリックで売れた、アフィリエイトリンクが100クリックされた時に売れたら、この1クリックあたりの価値っていうのは50円っていうことになるわけです。意味わかりますはい、EPC っていう考え方なんですけど、まあ、その EPC がいくら以上みたいな。 ので、考えることが割と多いです。動画の中では何て言ったのかな多分 500?EPC500、e、500みたいなのを分岐点にした気がします。まあ、数十、EPC 数十みたいなのはもう相当少ないですね。僕の中で。高いやつだったら EPC 数千みたいなのはあったりします。案件によっては。まあ、それ単価が高くて。えー、っと、 売れやすいものとか。まあ、でもこれほんと人によるんだよな。その本当にいくら稼ぎたいのっていうだけなんで。僕は500円だったら絶対やんないです。やんない。そんないくら売っても儲からないから。まあ、さっきも言ったんですけど、500円のもので100件売っても5万円ですから。でも1万円のものだったら100件売ったら100万円なんで。100万円と5万円どっちがいいですかって言われた時に、みんな100万円って言わないですか それ、低単価なものを選ぶっていうことは、5万円、100万円と5万円どっちがいいですかって言われて、あ、自分5万円の方がいいですって5万円選んでるのと同じなんで、極論ですよ。そんなの、そんな単純にはいかないけど、でも極論ほんとそんな感じなんで、結構意味わかんないんですよね。なんでわざわざそんな、儲からない方をみんな選んじゃうんだろうって思います。なんか100万円は怖いから5万円で、みたいな。なんかそんな感じですね。ほんと多分、低単価なものを選ぶって、本当に多分根拠なくて、 なんとなく初心者を高単価に手を出しても売れないみたいな謎理論だと思いますが、低単価も高単価も同じですね。難易度で言うと。ほぼ何も変わらないです。最近 YouTube の単価が激減していると言われていますが、このチャンネルも影響を受けていますが、差し支えなければ現在の再生単価を教えてほしいです。これさっき答えたのと同じですね。同じ方が質問しているのかどうかはわかんないですけど、別に影響を受けてないです。うちのチャンネルは。 受けてないっていうか、うん、あんまり関係ないかなと思います。多分1円ぐらい、最低単価。美容系のアフィリエイトやってるので、美容施術嫌でも詳しくなりますし、自分でも手を出し始めています。気になるんですが、美容施術の代金って経費になりますか可能な範囲でアフィリエイトブロガーの税金事情を聞きたい。まあ、これは僕じゃなくて、あの税理、税理士の大河内さんとかに聞いてほしいんですが、際どいですね。めっちゃきわどいですね。 それをどのぐらいコンテンツにするかによって違うと思います。えー、っと、だからもう明らかにそれは仕事のためにやってます。で、その美容施術していく過程みたいなのをめっちゃずっと写真に撮って、それをブログの記事とかにしてコンテンツにして売り上げを出してるんだったらそれは多分経費として認められますけど。でも、えー、っと、美容系のブログやってます。じゃあその美容系のブログで扱ってそうなその美容施術系のことをやりました。経費になりますかって多分ならない。 ダメだって言われると思います。それだって、ブログのコンテンツに別にしてるわけじゃなくて、自分でやりたくて美容施術してるだけだみたいなことを言われると思います。まあでも、この辺も税理士さんによって違うと思うので、まあその辺はちょっとわかんないんですが。まあ経費にしてる人もいると思いますけどね。まあでも最終的にそれが経費として認められるかどうかはもう税務署の判断なんで。だから多分全然経費に入れてる人いると思いますけど、 まあそれがオッケーなわけじゃないんでね。結構むちゃくちゃな人多いですからね、ブロガーとかでも。何でも経費にしてオッケーみたいなこと言ってる人いましたけど、そんなわけないんですけどね。例えば腕時計とかも経費にしてオッケーみたいなで。だから時計のブログを作りました。で、それやってたんだけど、ドメインなくなったからもう今はなくなりましたって言えばオッケーみたいなこと言ってる人いるから今やったけど、ダメでしょ、そんなの絶対。<laughs> それを経費にするんだったら、ちゃんとそれがなんか経費になってるっていうのを見せなきゃいけないので。 ドメインなくなって見れなく、サイトなくなりましたから、それで OK みたいな。そんな謎理論通らないと思いますよ。そんな本当は何でもありになっちゃうんで。えー、っと、中内さん大阪県にお住まいとおっしゃってましたが、いつも標準語なのは出身が首都圏なのですかいや、別に出身も関西圏ですね。やっぱ標準語なのは育ちがいいからですね。<laughs> ていうと関西弁の人が育ち悪いみたいですけど。まあでも普通に喋ってるときは関西弁になると思いますよ。 なんか配信してるとあんまりならないですね。関西弁の人と喋ってると関西弁になると思います。あと、まあ大学で静岡にいたんですけど、静岡は割といろんな人が混ざってたし、まあそこに6年ぐらいいたのと、あと YouTube とかいろんなもの見てても、ね、標準語の人が多いじゃないですか。まあドラマとかでも全部標準語だし。だからそんなんで、標準語になってるんだと思います。 どっちでもいいえっ、ー、と、カメラの勉強をしていると。アドビライトルーム使って、流れでフォト s ョップを使ってみたんですが、重くて,て。ああ、なるほどね。いつか長地さんの写真を撮りたいです。撮れるように頑張ります。じゃあ、どっかのオフ会かなんかで写真撮ってください。えっ、ー、と、ブログ対談また見たいとコメントしたものです。現在、日本酒とビールに関するブログを運営していますが、伸び悩んでいて、ジャンル変更を考えています。長地さんは過去いくつも ブログを運営していたと存じますが、ブログを作り直そうと見切るポイントなどありますかあります。自分が、えっと、新しいブログを作りたいと思った時に作ってください。なんか、その、まあ、めちゃくちゃよくある質問なんですけど、この質問の裏の意図って何かっていうと、結局今のブログを続けたら収益が出るなら続けたい。でも、えっと、このままずっと収益が得られないんだったら新しいブログを作りたいじゃないですか。で、この答えってもう一生わからないんです。 それは続けてみないとわからない話で、でも続けたところで、例えばあと1年続けたって、もしかしたら2年続けたら結果出たかもしれない。でも1年だったら結果出ないかもしれない。このどこまでやったら結果出るかっていうのがもうとにかくわからないので、絶対に。その見切るポイントみたいなのはないんですよ。これだったら、えー、っと、結果が、ここまでいけば結果が出るとかそういうのがあるわけじゃないので、もうあとは A やで決めるしかないので、え、だったら自分が新しいブログをやりたいと思ったらやったらいい。 で、この時の考え方として、えっと、今のブログを続けて結果が出る人は新しいブログをやってもうまくいきます。で、今のブログを続けて結果出ない人は新しいブログを作ってもうまくいかない。まあ、てからうまくいく可能性はあるんですけど。だから、なんか何にせよ新しいブログをやることに別にマイナスなことがあるわけじゃないので、じゃあ新しいブログやったらいいじゃんって思う。その今のブログを続けたら結果が出るかもしれないけど、別にこれをやめて新しいのをやったところで確かに時間はか,かるかもしれない。 ゼロからやるんでね。でも、そのうち結果が出る。で、どのぐらい余分に時間がかかるかわかんないけど、でも半年とか1年とか余分に時間かかったって別にいいじゃないですか。半年1年ですよ、たったの。今から半年前って。えー、っと、半年前ってだってもう余裕で2023年になってますよね。2023年になってら半年なんて余裕で経ってるんで。怖 <laughs> 時間の流れ早すぎて怖いですけど。 え、だからそ、そんなもんなんで、そのぐらいの違いですよ。その違いそんなに大事ですかその、1日でも早く結果出したいのはめっちゃわかるけど。でも結局考えたところでわからないし、違ったとしたって半年とか1年とか、1年前って言ったって2022年ですよ。だからそのぐらいの違いなので、別にそんなの人生から見たら誤差だと思いますけどね。ほとんどの人にとっては。いや、それはあと1年とか2年で、亡くなる人の、 半年とか一年ってなったらめちゃめちゃでかいわけですけど。でも何にもしてなくたってね、半年一年とか全然過ぎちゃうので、ね。だからやりたいと思ったら新しいブログをやったらいいし、もうそうやって思ってる時点で今のブログを続けたらダメだと思ってると思うんですよ。今のブログのまま行ってもいいって自信持ってるなら別にそんな悩み自体ないと思うので。だったら新しいブログやった方がいい。その今のもやもやを引きずったまま今のブログをやり続けて結果出すっていうのはもう基本無理だと思いますよ。 だって、ブログを書くたびに、どうせ書いてもうまくいかないんじゃないかって思いながら書いた記事で、誰かを満足させることができるかって言われたら、僕はできないと思うんで。だから、やったらいい。新しいブログを。全然それでいい。何も問題ない。オチさん、こんばんは。事務所で寝泊まりすることはよくありますか最近は減ってるけど、まあでも普通にありますよ。なんか事情があれば、全然事務所で寝泊まりします。 まあ夜遅くに帰ってくるとか。そうするとまあ夜遅くに自宅に帰るのは微妙かなと思ったら事務所に来て寝てそのまま起きて仕事をするみたいなことは全然あります。古いテーマを使っているんですがワードプレスのアップデートするとえっと以前ブログが変な表示になったので怖くて2年くらいアップデートしていません。やはりワードプレスのアップデートした方がいいですかはい、アップデートしてください。 アップデートしてください。危ないんですよ、普通に。その脆弱性みたいなのがあるので。ワールドプレスのいくつだったかな ?5.4 ぐらいだった気がするけど、5.4以前のやつは、えっと、全部共通で、その同じ脆弱性みたいなのを持ってて、そこ放出されるとハッキングされるみたいなのがあったと思うので、えっと、アップデートしないってダメですよ。多分2年前のやつだったら、だいぶ前な気がするので。そのセキュリティ系のアップデートも多いので、 アップデートはしないとダメですね。まあ別にハッキングされてもいいとか、だったらいいかもしれないけど。まあでもハッキングされて踏み台にされて、ね、そこで踏み台にした人が何か悪いことをして、ったら警察が自分のところに来ちゃう可能性あるんだよね。まあそれでもちろん逮捕されるとかはないと思いますけど。までもそんな謎のディスクを抱えたくないじゃないですか。だからアップデートした方がいいですよ。 ま、てか、ワードプレスってそういうのを自分でやるっていうのが前提で自由なので。まあ、だから、まあまあまあ、そのハッキングのリスク上がるけど、ハッキングとかセキュリティ的な脆弱性のリスクはめっちゃ上がるけど、別に何もしないっていうのも、それも自分の判断なので。別に、それがダメなわけではないですけど、おすすめはしないですね。プラグインもテーマもちゃんとアップデートはすべき。中西さん、次は出版予定ないんですか今のところはないですね。 X サーバーだと勝手に WordPress 更新してくれますよね。それサーバー関係ないですね。そんな機能ないと思いますね。多分。僕の知ってる限りは。いや、WordPress も、その定期的にあると思いますよ。勝手にアップデートされるみたいな。まあ、セキュリティ的なあれがあるんで。それで X サーバーだからとかあんのいや、ないんじゃないかな。X サーバーってそういう機能ありました ちょっとわかんないけど。いや、ないと思うけどな、でも。勝手にワールドプレスの更新して止まったら結構偉いことなんで、わざわざサーバー側はそんなリスクを犯さないと思いますけど。だって、サーバー側で勝手に更新しました。で、更新して何かの理由で何かが原因で止まっちゃいましたって言われた時に困るんで。何もしないんじゃないかな、サーバー側は。と思いますが。 えっと、Web 広告代理店の営業をしているんですが、CV タグの設置は社内ルールで、クライアント側で行うようになっています。Web 広告のタグについて詳しくなるには、何のプログラミング言語を学べばいいか。何かわかんないけど、JavaScript じゃないですか、多分。CV タグみたいなものが。えー、でも何を学ぼうとしてるんでしょうね。Web 広告のタグって何だまあ、CV タグって、サンクスページとかによく突っ込むんですけど、 リスティングのやつとかね。まああれ大体 JavaScript で書いてあるんで、JavaScript なんですけど、でも正直 JavaScript なんて勉強したところでどうにもならないですけどね。なんかその CV タグ自体は JavaScript で書いてありますけど、でもそれってただ JavaScript 読み込んでくるぐらいのものが書いてあるだけで別にそんなの勉強して読み解いたところで何もないんで。で、それ以上のことっていうのは難しいんじゃない ?Web 広告のタグについて詳しくなる。 いや、わかんない。な、何をしたいのかによりますね。それは何をしたいんだろうみたいな。まあ、でもその辺のことがなんか一通りわかるようになる。例えばクライアントに説明をできるとか、これが何でどう動いてるかがわかるとかっていうのは、基本全部の知識が必要みたいになっちゃいますけどね。JavaScript もいれば、まあ、何に書かれてるかわかんないけど、そのサーバー側の言語それが PHP なのか、例えば Python なのか Ruby とかなのかとか、そういうのは、 わからない。けど、そういうのとか、必要になっちゃうんで。何がしたいかによるかもです。でも営業側だとそこまでの知識を持ってる必要もない気がしますよね。